好，我们继续去打达普拉吧。好，那喜欢频道记得追踪我的频道，那记得按下订阅按钮跟铃铛，然后记得追踪 IG 跟 FB。OK。暗黒魔界の王の力を教えてやろう。私を舐めたことを後悔させてやる。行くぞ。おやだ。やっ。さっきの奴らとは違うみたいだ。あのような者たちと比べられては困るな。行くぞ。あいつ思ったよりずっと強いじゃねえか。ふん、それにしても勝てない相手じゃない。情けないやつだ。ガキの頃の方が強かったぐらいだぜ。あいつ本当にサボってやがったな。チッ、イライラさせやがる。ん？ご飯が激闘を繰り広げている頃、ビーデルは天下一武道会会場へと引き返している途中であった。ビーデルさん。あ、ゴーテン君、なんでこんなところに。うん、トランクス君がみんなを追いかけようって。パパたちなんか面白そうなことをしてるんでしょ。ずるいじゃん。あのね、みんなは遊びに行ったわけじゃなくて。仕方ないわね。事情を説明するわ。というわけなのよ。それでみんなそこへ。もう魔導士、魔人、すげえ。聞いたかよ、ゴテン。うん、面白そう。なえ、あっちだよね。ちょっとあんたたちまさか行く気じゃ。急げ、早くしないとパパたちが敵をやっつけちまう。やだやだ、見たい見たい、マジブってやつ見たい。ゴー、ヤッホー。嘘。その頃、ご飯とダーブラとの激闘は未だ決着がついていなかった。くそ、イライラするぜ。よし、この俺が終わらせてやる。そりゃねえぞ、ベジータ。やらしてやれよ。別に完全に負けてるわけでもねえんだしよ。こんなお遊びはどうでもいいんだよ。俺はこんなことさっさと終わらせて、貴様と早く蹴りをつけたいんだ。そのためにあんなくだらん武道会に行ったんだぞ。バビリー様、とてもいい発見をしましたぞ。これで復活しますぞ。ま、おい、逃げるのかお前。逃げる？違うな。このダーブラが戦うまでもない、うってつけの戦士が見つかったのだ。なんだって？どういうことなの、ダーブラ。奴らの中の一匹にとても強い邪神を持った者がいたのです。あれほどの邪神があれば十分こちら側に引き込めますぞ。そうか、同士打ちをさせればエネルギーはたっぷりいただき、そして魔人ブーはついに復活。なんだって。あ、よくわかりませんが、自分が戦うまでもないうってつけの戦士が見つかったって。見つかったジュンはどういうことだ。はっ。
使わせてもらうぞ貴様を。はあ、ん、うわあ、ん、やはりそうか。ベジータさん、悪い心をバビディに利用されようとしているのです。無心になりなさい。何も考えてはいけません。 うるせえ。ガタガタ抜かすな。いいぞいいぞ、もうこっちのもんだよ。ついでに秘めているパワーを限界を超えて引き出してあげよう。ベジータさん、あんな奴に操られないで。しまった。いいぞいいぞ。ではいいところで戦わせてやろうか。パッパラパー。ここは武道会場。なんだあいつら。突然現れたぞ。さあ、なんと言ったかな。ベジータ。そいつらからエネルギーを奪うんだよ。思いっきり戦いな。うるせえ。俺の目的はカカロットだけだ。他の奴らなどどうでもいい。なんというやつだ。まだこの僕に完全にコントロールされないでいる。こんなやつは初めてだ。まあ別にいいけどね。おい。ファイナルアーク。逃げろ。ジータ。さあ、俺と勝負しろカカロット。これ以上死体の山を増やしたくなかったらな。いけません、孫悟空さん。ここで戦ってしまったらバビディの思うつぼ、エネルギーを吸収され確実に魔人ブーは復活してしまうのですよ。オラに本気を出させるためにわざとバビディの術にかかり自制心をなくしてあんなことをした。違うか。なんだって。こうでもせんと貴様は俺と戦わん。たった一日で貴様は二度とこの世からはいなくなってしまうのに邪魔が入ってしまったからな。そんなことで、たったそれだけのことでこんなバカなことを。バカなこと？バカなことだと？この俺にはそれが全てだ。魔人ブーのことなんかどうでもいい。こいつは俺の強さを超えやがった。同じサイヤ人でありながらこの俺を抜いたんだ。圧倒的な力を誇っていた王子であるこの俺をだ。こいつに命を助けられたこともあった。許せるもんか。絶対に。バビディ、周りに誰もいない場所に帰ろう。オラはベジータと戦うことにした。お待ちなさい。どうしても対決したいというならこの私を倒してからになさい。
お父さん。わかりました。お好きになさい。すまね、カヨシー様。望み通り場所を変えてやるよ。パッパラパッ。あなたたちは心置きなく対決なさい。私と孫悟飯さんはこの入り口を壊してバビディやダーブラたちと戦ってきます。ショックを与えて魔人ブーが出てしまってもしょうがないでしょう。どうせならあなた方のダメージエネルギーを吸ってフルパワーにさせてしまうよりはマシですから。運が良ければ復活を食い止めることができるかもしれませんしね。そうはさせるもんか。ベジータ、やめさせるんだよ。邪魔者は始末しろ。さあやれ、やるんだ。断る。海洋神たちが何をしようと、俺の勝負には関係ないことだ。何？もう一度だけ言うからね。海洋神を片付けてしまうんだよ。さあベジータ。言ったはずだ。俺はカカロットと戦いたいだけだと。俺は誇り高きサイヤ人の王子なんだ。貴様の家来になんかなってたまるか。体と心は支配されても誇りだけは思い通りにならんぞ。信じられない。バビディに支配されながら逆らうことのできる人間がいるとは。それほどまでオラと決着をつけたかったんか、ベジータ。こんなこと初めてだよ。なんというプライドの高いやつだ。構わないではありませんか、バビディ様。どちらにしてもあいつの役目はエネルギーを奪うことなのですから。むしろ海王神たちはこちらに呼び寄せた方がよろしいかと。無理に船に衝撃を与えられて魔人ブーがパーフェクトな力を持つ前によみがえっては面白くありますまい。なるほど、そうだね。パッパラパー。あ、ようこそ。ベジータ。好，完成了。おあつらえ向きのいい場所だ。そう思わんか、カカロット。おめえからダメージを受けて魔人ブーのエネルギーにしたくねえ。最高の力で早く終わらせてもらうぞ。楽しみだ。あの世での修行の成果とやらを見せてもらおう。ふっ。さすがだな、あの時のご飯以上のパワーだ。こりゃ早く終わりそうにはねえな。行くぞ。殺してやる、カカロット。様との差が。俺は昔の俺に戻りたかったんだ。残忍で冷酷なサイヤ人の俺に戻って、何も気にせず貴様と徹底的に戦いたかったんだ。気に入らなかった。知らないうちに貴様たちの影響を受けて穏やかになっていく自分が、俺ともあろうものが家族を持ち、悪くない気分だった。居心地のいい地球も
好きになってきてしまっていたんだ。だから元の悪人に戻る必要があったんだ。おかげで今はいい気分だぜ。本当にそうか？どう、ダーブラ、あの地球人に勝てる自信はあるんだよね？当然です。あんなゴミ間違いなく片付けられます。ん？フルパワーになった。バカな。なぜこうも一気にエネルギーが。そうか。お父さんたちはスーパーサイヤ人をさらに超えたレベルで戦ってるんだ。そのダメージもものすごい。出る。魔人ブーが出るよ。どうせフルパワーになってしまったのなら、せめてこれぐらいの抵抗はしてやる。空っぽだ。違う。そんなはずはない。出てこいったら。魔人ブー。残念だったな、バビディ。魔人ブーは今の攻撃で消滅してしまった。私はバビディをねじ伏せてみせます。あとはあなたがダーブラを倒せば、バビディの野望は完全に消え失せるのです。すさまじい気がふっくれ上がっている。これは。え？あ、さっき玉のところから出ていた煙が。雲？いや、さっきの煙が集まっています。おい、あれ。あいつが魔人ブーなのですか？そうです。忘れはしませんよ。あの恐ろしい顔は。おい、やっぱりあいつが魔人ブーらしいぞ。あんなやつが。おい、魔人ブー、僕はお前を作ったビビディの子供のバビディって言うんだ。玉に封じ込められていたお前をすっごい久しぶりに復活させてやったんだぞ。今日からお前の主人だ。おい、どうしたんだよ。挨拶だ。挨拶をしろ。ただのバカだ。なぜかは分かりませんが、失敗してしまったようですね。やっと現れたと思ったら、頭もパワーもない間抜け面の生ゴミだ。カチーン！
なんだ、このダーブラ様とやろうってのか。人類最大の危機、無邪気な破壊者魔人ブブーの木が爆発的に上がった。強い、強すぎる、信じられない。こんなはずではありませんでした。バビディを倒し魔人ブーの復活を止める自信があった。こんなことならあなたたちのように人間でありながらこれほどまで私の力を大きく超えていることが分かっていたなら、あの方法もあったのに。あの方法って。さあ魔人ブーや、僕の言うことを聞け。いいな、逆らってもいいのか。僕はパパのノートを見て知っているんだぞ。お前を玉に封じ込めてしまう呪文を。よし、それでいい、それでいいんだ。さあ魔人ブー、最初の命令だ。あの二人を始末するんだよ。ブー、出るかどうかわからないけど、やつを放っておくわけにはいかない。あ、やつが外に出て人々を襲い出したらきっと大変なことになるぞ。不凡被屌虐，不凡。魔人かな。知らない奴らばかりじゃないか。はい、魔人ブー、海王神のとどめも刺しちゃっていいぞ。腹減った、こいつ食っちゃおう。ダーブラ、お前まだ生きてたのか。バビディ様、そいつは、魔人ブーは決してあなたの忠実な部下になるようなやつではありません。今のうちに始末しておかなければ。お前食べちゃおう。ぬれ、クッキーになっちゃえ。うん、
素晴らしいぞ、魔人ブー。ピッコロ、これは。魔術が解けたのか。お前たち、こんなとこで何してるんだ。クリリンさんたちこそ、今まで何してたの。さっきまでは石化させられていたが、どうやら魔術をかけた奴が死んで元に戻ったらしいな。なんだこの恐ろしい木は。まさか魔人ブーが。魔人ブー、こいつも食ってしまえ。おう。バビディの洗脳によって強さを手に入れたベジータと悟空は、これまでの因縁に決着をつけるように全力で戦っていた。戦いの最中、二人は突然現れたとてつもなく巨大な木を遠くに感じ取る。巨大な木の正体が復活した魔人ブーだと悟った悟空は、戦いを中断してブーを倒そうとベジータに呼びかける。悟空が戦いに集中できないと判断したベジータは、その提案をやむなく受けるそぶりを見せるが、それは悟空を油断させるための嘘であった。ベジータは悟空の不意をついて悟空を気絶させる。そしてベジータは自分が呼び出してしまった魔人ブーとの落とし前をつけるため、ブーの元へ一人向かうのだった。俺が出してしまった魔人ブーは俺が片付ける。貴様との決着はその後だ。まだ俺が生きていたらな。さあ、ブーとやらの面を拝みに行くか。あ、这时候哦，还好没有支线剧情。OK， 好，我们快走。あれか、ついでだ、ぶっ壊してやるか。僕の宇宙船が、きしょう、どういうことだよ。よう。ベジータ、貴様、なんてことを。宇宙船を破壊しろなんて命令はしてないだろ。そのブサイクな間抜け面が魔人ブーか。貴様、よくもご飯を殺しやがったな。ご飯ブサイク？なんだ？みっともない変な顔ってことだよ。ん？怒っちゃったもん。俺一人地獄にはいかん。貴様らみんな道連れにしてやる。ヒヒヒヒ。おじょう。なんだ今の。魔人ブーも許せんが、一
一番許せんのは貴様だ、バビディ。チャー！そんな。ママを大切にしろよ。どういうことパパ、ママを大切にしろって。お前たちはどこか遠くへ避難していろ。魔人ブーとは俺一人で戦う。いやだ、俺たちも戦う。三人でやればきっと倒せるよ。トランクス、お前は赤ん坊の頃から一度も抱いてやったことがなかったな。え、抱かせてくれ。え、パパ、なんだよパパ、やめてよ、恥ずかしいよ。元気でな、トランクス。え、二人を連れてできるだけ遠くへ離れてくれ。頼んだぞ、ピッコロ。貴様、死ぬ気だな。一つだけ教えてくれ。俺が死んだら、あの世とやらでまたカカロットと会えるか。それは無理だ。お前は罪もない人々を殺しすぎた。死ねば肉体は無となり、魂も損とは違う世界に運ばれる。そうか、残念だ。もういい、行ってくれ。急いでな。こら、逃がさないぞ。待て、魔人ブー。そいつはこの俺を倒してからにするんだな。分かったか、この醜い風船野郎め。また悪口言ったな、弱虫のくせに。貴様の片付け方が分かったぜ、やっとな。おい、ベジータのやつどうするつもりなんだ。殺されちまうだろう。あいつは初めて自分以外の者のために戦おうとしているんだ。己の命を捨てて。貴様を倒すには二度と修復できないよう粉々に吹っ飛ばすことだ。さらばだ、ブルートランクス、そしてカカロット。
二人を頼んだぞ。俺は結果を見てくる。ああ。そうか。少々のダメージを与えただけでは、魔人ブーは再生してしまう。そうさせないほどバラバラにしたのか。己の身を犠牲にして。あいつに救われたか。バビディ、まだ生きてやがったか。とどめを刺してやる。なんてことだ。魔人ブーの破片が。魔人ブーは生きていた。おい、僕を回復しろ。さっさとしろ。封じ込められたいのか。よし、いいぞ魔人ブー。あの緑色のやつと2匹のチビめ、絶対に許さんぞ。バビディ様と魔人ブーの恐ろしさを見せつけてやる。この星を地獄に変えてやれ魔人ブー。あいつらが現れるまでどいつもこいつも殺して殺して殺しまくれ。死んでない？魔人ブーが。そんなベジータは無駄死にだってのか。地上は危険だ。神の神殿にこの二人と仲間だけでも連れて行くぞ。希望の星はこの二人だけだ。わずかな希望だな。人ブの気は感じるが、ベジータの気がねえ。まさかやられちまったんか。あいつがご飯の気も感じねえ。どうなってんだ。ん？ピッコロとクリリンは生きている。石から元に戻れたんだ。二人なら何がどうなったか。この人たちは神様の神殿か。お、悟空！悟空じゃないか！生きてたのか！何があったか聞きに来たんだ。なんてことだ。ご飯も海王神様もベジータまでもやられちまったなんて。魔人ブーの強さは海王神様が恐れていた通り想像を絶するものだ。このまま放っておけば本当に間違いなく地球人はおろか宇宙中の生物は全て消えてなくなる。でもよ悟空、お前が生きていてくれたのは不幸中の幸いだ。魔人ブーを倒せるのはお前だけだよ。はっきり言おう。
無理だ。オラには倒せねえ。え？ベジータとオラとはほとんど実力に差がなかった。そのベジータが捨て身でやっても魔人ブーはへっちゃらだったんだろ？悪いが、どうやっても勝てねえ。そうか。そうだな。くそー、ベジータかご飯のどっちかだけでも生きてたら、まだなんとかなったかもしれなかったのに。いや、大人数でかかってもおそらく無理だったろう。そういうレベルじゃなかった。いや、そうじゃなくてフュージョン使うんだ。え、なんだよそれ。フュージョン、融合ですね。メタモル星人の得意な術だ。知ってんか、デンデ。そうだ、あの世であったメタモル星人から教えてもらった術さ。力や体の大きさがかなり近い場合にだけできる合体技なんだ。つまり二人が一つに融合することで、それぞれではできねえようなすんげえ力を持つ新しい一人の人間になれるんだ。30分したら元に戻っちまうんだけど、注意しねえといけねえんだけんどな。なるほど。ご飯かベジータ、どちらかでも生きていればお前とそのフュージョンをしてとてつもない戦士となり魔人ブーと戦えたわけだな。だが今は二人ともこの世にはいない。もしかして最悪の事態ってやつかな。中で寝ている二人、ゴテンとトラックスは力も大きさもほとんどそっくり。できないのか。いいぞミスターポポ、その手だ、その手があった。ピクロ、ギリギリまでオラがチビたちにフュージョンを教えるけんど、それだけじゃとても時間が足りねえ。あとはおめえが引き継いで修行してやってくれねえか。よし、わかった。いいぞいいぞ、希望が出てきた。あのチビたちならやれるかもしんねえぞ。ただしトランクスとゴテンがフュージョンとやらを完成させるまでかなり時間がかかりそうだ。それまでには相当な数の人間が魔人ブーの犠牲になるだろう。もしかしたら絶滅、いや地球そのものが消滅させられるかもしれん。これは賭けだ。耐えねばならんぞ。もし絶滅させられても、おめえたちとドラゴンボールさえあれば元に戻ることもできる。なんだ、急に暗くなったぞ。これはシェンロンが出るんか。なんで。ドラゴンボールを集めて持っていたのはブルマさんだろ。まだ事情は知らないはずだ。何のためにシェンロンを。そうか、ベジータは武道会場でたくさんの人たちを殺した。それを生き返らせようとしてるんだ。まずいですよ。今3つの願いを叶えてしまうと今度は1年後にしか。すぐに行って止めてくる。悟空が推測した通り、ブルマたちはドラゴンボールを使ってベジータが殺した人々を生き返らせようとしていた。すでにその願いは叶えてしまっていたが、悟空が割って入り残り二つの願いを叶える前に何とか止めることができた。シェンロンは消え、次にドラゴンボールが復活するのは4ヶ月後。何が起きているのかわからず不安なブルマたちを避難させるため、悟空はみんなを神様の神殿に連れて行くのだった。ここにドラゴンボールの願いで生き返った者がいた。私は確かダーブラに殺されたはず。生き返ったのか。信じられん。海王神様、一体何が。
ほう、よし、生きておられる。海王神様、海王神様、よかった、間に合ったぞ。キビト、どういうことだ。お前は確かに死んだはずです。しかもバラバラになって。はい、私も一体どうやって生き返ったのか不思議で。そうだ、キビト、急ぎなさい。ゴハンさんも危ない。絶対に孫悟飯さんを死なせてはいけません。ん、これは海王神様と同じく危ないところでしたな。よかった。キビト、悟飯さんのパワー回復は海王神界についてからにしましょう。まさか人間を海王神界に踏み入れさせるおつもりなのですか。そうですよ。さあ急ぎましょう。死んでしまいますよ。はい、開会。あれ、ここは海王神界、つまり私の世界です。海王神様の。本来この海王神界は人間がおろか神や海王ですら来れない聖域なのだぞ。あ、お宅は確か死んだはずじゃ、生き返れるんですか。いや、そうではない。私にもよくわからないが、なぜか生き返ったのだ。なんで僕をここへ。Z ソードを使って魔人ブーを倒してほしいのです。ゴハンさんならきっとあの剣を使えるはずです。Z ソード、お気は確かですか、海王神様。人間などにあの Z ソードが使えるわけありますまい。この私は愚か、何人もの海王神様でも全くどうにもならなかったあの伝説の剣を。キビトは死んでいたから知らないのです。このゴハンさんの信じられないほどのとてつもない力を。とにかく試しに行ってみましょう。ついてきてください。その服装、この聖域にはふさわしくないな。せっかくの新しい服だけど、キビトさんとペアルックみたいで恥ずかしいな。あ、恥ずかしい。あ、然后这边没有剧情吗？没有，没有支线。五房六七等。好，我们这一集到这边结束好了。那喜欢我们频道，记得按下订阅按钮跟铃铛，记得追踪我 IG 跟 FB。OK， 谢谢大家这集的收看。